おはようございます。今日は湧別川の上流に来ています。ここは大雪山の北東に位置しております。湧別山のほぼもうスタート地点に近いところです。今日はここからオホーツク海を目指してドライブしていきたいと思います。1回目は猿川で太平洋に抜けまして、2回目は尻別川から日本海に抜けましたので、今回はオホーツク海を目指したいと思います。今年は忙しくてなかなか川に行く時間もなかったのですが、年に1回くらいは川に行っておこうかなと思いまして、今回湧別川に来てみました。ここは国道333号線です。山の中で車は見かけませんが、鹿を2回見かけることができました。まだ上流で川は綺麗なのですが、かなり透明度の高い川だと思いました。ここは川沿いに昔走ってた鉄道の駅の跡が残っています。まだまだ上流の川という感じがあります。奥の方には緑の橋、鉄橋が見えております。先ほどの橋を降りて川の方に来ています。富山の川は透明度が高いのですが、少し緑っぽく見えてた感じはします。この川は本当に透明という感じですね。光の加減で色が変わって見えるらしいですが、まだ暖かい時期なのでそれほど冷たくない水です。
少し川幅は広くなりましたが、水量はそれほど多くなっていないようです。先ほどの橋から少し下流に来たところです。水深はかなり浅い感じでしょうか。このような場所がいくつも続いていきます。このキノコは何のキノコか分かりませんが、木にいっぱい生えていまして、天狗岳のような形をしている黄色いキノコなのですが、やはり毒キノコなんでしょうか。かなり木の上の方まで生えていますね。ここはパークゴルフができる河川敷の公園に来ています。すぐそばを湧別川が流れています。何か温泉街のような雰囲気のある場所です。ここは発電所のダムの下流側になっております。何か岩盤のようなものが見えていまして、ゴツゴツとしています。ダムの下流といいましても小さなダムですので、それほど水量は減っていないようです。岩棒岩というのがありまして、見上げるくらい高い岩がそびえ立っています。上にも登ることができるようですが、柵などがないようなのでかなり怖いらしいです。機関車も保存されていました。リスが何やらお食事を散策中です。私も食事にしたいと思います。今日は炒め飯をランチでいただきたいと思います。おすすめの湧別産銀ボラとムール貝のスパゲッティセットを注文しました。セットのサラダとフォカッチャと別で注文しました紅茶です。今のボラは癖があるのだと思ったんですが、身がふわふわして旨味もあって香草とよくマッチしていて、塩加減もちょうど良かったです。かなり下流の方まで来まして、さすがに水量も増えてきました。先ほどの橋から下の方に降りてきました。この橋非常に長い橋です。
これは単調でしょうか。お休み中のようです。私もそろそろゴールが近いので、ゴールしたら休憩したいと思います。もう河口付近に来ています。海はすぐ目の前に見えています。この川は大きく左にカーブして河口から海に流れています。先ほどの場所から一段上の方に来まして、左岸の方が立ち入り禁止になっていまして、右岸の方が漁港になっていまして、高い防波堤ができていて近くまで行くことができませんでした。ここでゴールとしたいと思います。ちょうど近くにサロマ湖がありました。そこに寄り道してみました。今見えているのがサロマ湖です。ちょっと曇っている上に分かりづらいかもしれないですが、右側がサロマ湖、左側がオホーツク海。ご視聴ありがとうございました。